ドラフトの答えが出るのは10年後、2014年ドラフトから見る来シーズンのセリーグ予想。広島カープ。読売ジャイアンツ。阪神タイガース。横浜 DeNA ベイスターズ。東京ヤクルトスワローズ。中日ドラゴンズ。え、何にもわからん。こんなにも来らんもんな。マーシーって言うなら岡本取ってる巨人か。この感じでいくと阪神の連覇が濃厚か。対抗馬は確変のヤクルトぐらいか。岡本が三冠王レベルならワンチャンスあるか。 DeNA 広島は外国人ガチャ次第か。中日は投手陣はいいんだがな。どこかの球団が大当たりって感じじゃなくて、全球団微妙ってところがどうなるかだな。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。